Hi, ich bin Exocon, willkommen auf meinem Zweitkanal Exocon Raw, dem Uncut-Format und zu Tamayura Mirai, einer Visual Novel in Episode Nummer 5. Das Spiel ist auf Englisch, oder die Visual Novel ist auf Englisch. Originalsprache ist Japanisch mit den englischen Untertiteln und wir laden den letzten Spielstand. Ich schalte mich dann auch aus. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei der nächsten Episode und gern verweise ich auf die anderen Videos auf dem Hauptkanal und auf diesem Zweitkanal. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode von Tamayura Mirai. Viel Spaß! Wakatta. やけに雰囲気があるお社ね。鳥居の向こうから濃い霊気が漂ってきて、なんだかむせそうなくらいだわ。ミストサウナで思いっきり深呼吸したみたいにムッとくる感じ。あ、見てください、あれは。あっちにも。うねどり様がこんなにたくさん。うねどり神社、ここが。あんな小さな用意に様付けしてるから妙だとは。要するに縁結びの神様ってこと？まさしく恋人たちの聖地というわけね。ほう、人のこと言えるわけ？だったらかまってちゃんの子猫みたいに。わざわざ水をささないで。けど、やっぱりムツキにはそういう人がいないのね。けど、ムツキにもいないんでしょ？へえ、ますますムツキとは関係ゼロね。へえ、全く全然
聞いたことゼロだけど、本当なんでしょうね。マキナにでも頼んで検索してもらおうかしら。気が向いたらだけど。私はここからで大丈夫です。インマである私に縁結びのお社を訪れる資格があるとは思えませんから。資格って意外ですね。みどりさんだってその興味がないわけではありませんよね。どちらにせよ、ここの霊気は光り輝いていて、私には少し眩しすぎるようですから。それよりも先生、お預かりしていた手紙を。あら、なんだか穏やかじゃない雰囲気ね。まさかお出ましってことかしら。これは怒り？やはり私が一緒だったせいでしょうか。は？出来の悪いホラー映画のラストシーン並みに拍子抜けね。今のどういうことかしら。ちょっと、今度は何？
何よそれ、タチの悪いストーカーみたいだわ。ねえ、いつまで下を向いていればいいわけ？あの先生、ほっとしましたわ。でもどうして、ひょっとしてあの先行きが急に飛び立ったのは。ねえ、結局手紙を渡す相手はどこにいるわけ？届け先は本当にここで会っていたんでしょうね。ムツキの魔法が失敗だったんじゃないの？正直、落とし物を探すのにも利用できるんじゃないかって少し期待していたのだけど。やはり受け取ってはいただけなかったようですな。これは失礼を。どうやらとっさに霊力を注ぎすぎたのでしょう。またも魔法使い殿を驚かせてしまうとは。どうもこれは私のせいですな。おや、魔法使い殿はそちらの御仁でしたか。あなたは昨夜の。一体どうして枝が。おそらく千早姉さんの霊木より頂戴した枝とお見受けいたします。
乾ききらぬうちは枝の中にはまだ冷水をたっぷりと溜め込んでいるのでございます。それがそなたの霊力で一挙に沸騰したのでしょうな。じゃあ私のせいね。驚かされたのは事実だけど、あなたのせいじゃないわ。私こそ、その…魔法使い殿、お詫びに代わりの杖をご用意させていただきたく思います。神域に生える不草の小枝ではいかがでしょう。だとしたら、たとえ小枝でも大変な神宝となりえますわ、先生。ご遠慮なさらずとも。何でもこのところ魔法使い殿はしきりに山へ入り、良き枝をお探しになっているとか。てっきり新たに杖をお作りになるつもりと思っておりましたが、私の早とちりでしたかな。ひょっとしてそれって私たち用ってこと？さっきの枝もずっと探して手に入れたってことじゃ。なるほどなるほど、そういうものですか。とはいえこちらとしてもご無理をお願いしている以上、報奨をお渡しせぬわけには参りません。はて、これはいいなこと。私が後をついてきていることも手紙に記していたはず。この地に足を運んでくださったのも、てっきり中を改めた上でのことと。なんとこれは、失念しておりました。人は字がにじむと読み取れなくなるのでしたな。あなたには読めるってこと？はい、
我々にとってはそこに込められた念を読み取るものでありますれば。しかしこれでは事情も説明せず利用したも同然。ご無礼お許しいただきたい、魔法使い殿。はい、魔法使い殿に頼ればあるいはと考えたこと自体が浅はかだったのかもしれません。己でもいけないと知りつつ恋焦がれたのですから、もともと許されるはずもないことでした。それって一体。これはかたじけない。へえ、パウンドケーキなんて不可能でも手に入るところがあったのね。はい、ああ、ありがとうございます。実は私が焼いたものなんですよ。口に合うといいんですけど。先日の仏達様へ傷薬をお届けした折、山ぶどうをいただいたものですから。山ぶどうってまさかのいちご的な、その辺の山の中に生えてるあれのことじゃないわよね。はい、かつてはあのうねどりたちの社があったあたりも川の一部でありました。本当に長くなりそうね。しかりでございます。しかしながら龍神様もお年を召され、川は淵となり、淵は池となり、ついには沼となり、今に至ってはただの草原となり果ててございます。しかしまだ草原が沼であった頃、そこには一柱の姫神が暮らしておりました。神使を務める獅子の中から特別に力があると認められた者だけが権化としてのお役目を与えられまする。悪神を調伏するのもお役目のうちでありました。獅子？獅子なんて日本にいたの？深野では鹿のことを獅子と呼ぶんですよ。他の土地でも鹿も紳士とみなす地域は多いですから。言われてみれば角だけは鹿っぽいけど、私の知ってる鹿と随分違う気がするわね。これもお役目のための面相なれば致し方なく。ただ
村の子供たちからも怖がられてしまうのは少々寂しく思うこともありました。しかしヌバタマの姫君は違ったのでございます。私の面相ではなく心行きが良いと。恋仲になられたということですか。しかしながら少々事情がありまして、いえ、結局はお役目を優先すべきと私の方から関係を断ち切ってしまったのでございます。それでもしばらくは文が届いていたのですが、ある時それもパタリと途絶えてしまいました。ですから私もこれでよかったのだと言い聞かせてまいりましたが、よもや沼さえ枯れ果てていたとは。そんな、そうだったのですね。何よそれ。いくら時間の感覚が人間と違うと言ったって、沼が枯れるほど長く放っておくなんて。手紙以前にもうそこに住んでるかどうかもわからないじゃない。はい、まさしくおっしゃる通りでしょうな。周りの者も皆この件については口をつぐんでいたのでしょう。私も強いて姫君の様子を尋ねることはしませんでした。密かに思うだけで満足しようとしていたのです。ですがせめて一言、思いだけでも伝えることができていればと。待って、手紙を届けようとしていたのでしょう。それじゃまるでその人はもう、まさか沼が枯れたっていうのは。ちょっとじゃあ本当に今更じゃない。いえ、どうやら姫君は完全に消え去ったわけではないようなのです。なんだ、驚かせないでよ。竜神の鱗が玉のごとき姫神を生んだがごとく、姫君のかけらからも何やら小さきものが生み出されたのでしょう。気配をたどり追いかけてみたものの、どうやら私は避けられているらしく、いまだその姿を見ることさえかなわずにいるのです。ねえ、相手は神様だしまさかって気もするけれど、今の話と妙に重なるっていうか。恋人に冷たくされて失意のうちに亡くなったって見方もできるわよね。魔法使い殿、もしやお心当たりがおありで。それで結構でございます。
先行きを。もしや、なんと、よもやそのようなことが。なんと。リン、あ、いえ、ヌバタマの姫君は私を黄泉寺の友連れに誘っておいでだと。じゃあ無関係ってことは、偶然にしてはやけに符号が合いすぎてる気もするけれど。いえ、確かに私もあの時うねどり神社から姫君の気配を感じておりました。姫君から生まれたものは確かにあそこへいたはずなのです。先生、ひょっとして。やはりそうでございますか。いいの、ムツキ。たらい回しが趣味の市役所職員じゃないんだから。ここまで首を突っ込んできたわけでしょ。さすがに少し冷たいんじゃない？もともと無理を申したのはこちらでございます。避けられていると分かっていながら思いを伝えようというのです。せめて自ら赴き誠意を見せるのが筋でございましょう。何か伝え忘れたことでもありましたかな？いえ、そういうわけではありませんが、あまり気を落とさないでいただきたいと。それに、どうしてもその、ぶしつけながらお尋ねしてみたいことが。はい。もしもの話ですけど、姫君との恋を貫くことはできなかったのでしょうか？さて、
どうでしょうな。ですが、貫けなかったことで学んだこともございますれば。後悔はないと。いえ、後悔をしたのです。後悔をしたから後悔を知ることができたのです。それゆえこれ以上後悔したくないと思えるのです。そして後悔を無駄にせぬためひた走ることもできたのでございます。後悔を知るとはそういうことでございましょう。たとえ恋は選ばず後悔をしても得るものはあると。はて、私が姫君のもとへ会いに行かなかったのは長い年月の果てに拒絶されるだけではないかと恐れる気持ちがあったのも事実です。結局は何もかも言い訳に過ぎぬのかもしれませんぞ。ごめん。まあ、私もかわいそうだとは思うけれど、力になってあげられるかって言われたら困るわね。さっきはどうにかしてあげられないかと言ってしまったけれど、むつきにも無理だって言うのでしょ。だったらみどりさんが気にする必要なんてゼロだわ。おいしい。それに甘いわ。山ぶどうってあのものすごく酸っぱいやつよね。そのままじゃ到底食べられないような酸っぱいブドウをこんなに美味しくしちゃうなんて。なんでもないわ。それよりね、ムツキ、あの砕けた枝のことだけれど、ちょっと急に話の腰を折らないで。確かに少し物足りないなとは思っていたけれど、ただこっちにはそういうお店が少ないから珍しかっただけで、勘違いしないでほしいわね。
い。ええ、それはもちろん。なんだか悪いわね。でも嬉しいわ。撤回しようとしても、もう遅いわよ。みだりさんのケーキ、本当に美味しかったです。みだりさん？少し疲れただけで、こうしていればすぐ良くなると思いますから。どうしようかしら。薬か何か必要なら持ってきましょうか。いえ、薬はまだ少し残っていますけど、それはその、ここでは少し。私なら本当に少し休めば平気ですから。先生、私も手伝うわ。何？バカバカしい。またあの時のことを思い出すなんて。今はそういう時じゃないのに。
まったく。けどやっぱり男の子って力が強いんだわ。ユキナさんの鼓動は先生も意識している。先生はそれに気づいていらっしゃるのかしら。でも先生だっていつかは誰かとそうなるはずですもの。後悔して何かを得る、その心の準備だけはしておかなくてはいけないのかもしれない。なのに私の心はむしろ何も考えないことを望んでいる。何も考えず、ただ先生の鼓動だけを感じていたいと。はあ、私はそれがいけないことだと知っているはずなのに。私、ひょっとして廊下で気を失って、申し訳ございません。私ったらまた先生にご迷惑を。重かったのではありませんか。やっぱり昼間無理を言って先生について行ったりしなければ。ありがとうございました、先生。
私また先生に向かってはしたないことを口走っていた気がします。先生、いえ、あのもう少しだけそばにいてもらえたらって。いけませんでしたか？すみません、先生はお忙しいのに。どうして避けたりするんでしょう。そうなんだと思います。けどふと今感じたんです。そんなのはただの理屈なのかもしれないって。恋人同士なら何があったって、どんな時だってそばにいたいと思うのではないでしょうか。たとえ思いが通じなくても。いいえ、だからこそどんな形でもそばにいたいと考えてしまう気がするんです。ですがどうでもいい相手ならわざわざ避けたりしないのではないでしょうか。遺恨が残っているなら逃げたくないって気持ちも同時に持ってしまいそうですし、本当に嫌なら誰かに間へ入ってもらってでもやめさせようとするのではないでしょうか。だから避けるというのもそばにいたいと同じで、ただそうしてしまうというだけの。ごめんなさい、なんだかうまく言えないんですけど。実はさっきポーションを飲ませてもらいながら先生と初めて出会った時のことを思い出してしまって、そしたらなぜだか突然そういう風に思えてきて。変ですね。
の時。いけません。今は誰も私に近づいては。何やってるの、ムツキ。私の中で禁忌は禁忌でなくなってしまった。頭で分かっているはずのことに心が逆らうんです。みだりさん、ちゃんと落ち着いたの？あんな風に目の前で倒れられたら、冬眠中の冷血動物だって素直に帰れるはずがないでしょ。それにあの人狼だって人食いをやめたせいで寿命を縮めた。だからそんなの当たり前でしょ。なのにいちいち口で言われるとなんだか恥ずかしくなるじゃない。別にそれくらい平気だわ。杖。さっきも言いかけたけど、あの枝
わざわざ探して見つけてきたのでしょ。でもこの一週間ずっと探してくれていたんじゃないの。その間連絡がなかったのも、どうせ私たちのことなんか忘れてるだけ、何もしてないって決めつけてたけれど、多分私たちのためだったのでしょう。私ってお礼とか謝ったりとかすぐ言った方がいいって分かってはいるのだけど、なのにちゃんと言うのが苦手でね。マキナにもよく叱られるし、だからねそれだけに嬉しかったし、申し訳ないと思ったから、あのね、ちょっと先に言わないでくれる。私が言いたくても言えないこと、さらっと言わないで。何それ。まあそうなのでしょうけど、やっぱり二人ってそういう関係なのね。何でもみだりさん優先なんだから、そういうことなのでしょ。なんだかきつい言い方になっちゃったけれど、別にそれでどうこう言いたいわけじゃないわ。ただああそうなんだなって思っただけで、あれ私なんでこんなこと言っているのかしら。違うっていうの？ポーションね。本当にそれだけなのかしら。